大谷康志功4月19日隊は、日本の銀行家実業家コンコルディアフィナンシャルグループ代表取締役社長、横浜銀行代表取締役、東取全国地方銀行協会会長、全国銀行協会副会長、神奈川県出身。1985年に、一橋大学小学部を卒業し、横浜銀行に入校。 事務統括部長やリスク統括部長、経営企画部長、執行役員などを歴任した後に2012年には取締役となる。2015年には代表取締役常務へ昇進した。2016年に横浜銀行と東日本銀行との経営統合で両校の親会社としてコンコルディアフィナンシャルグループが設立されると、 横浜銀行の代表取締役を降りて、取締役に就任する代わりに、元横浜銀行頭取の寺沢達丸や、当時の東日本銀行頭取の石井同園と、共に、コンコルディアフィナンシャルグループの代表取締役に、就任している。2018年、寺沢と石井の退任となるが、公認のコンコルディアフィナンシャルグループ、代表取締役社長には、大屋でなく、 川村健一が就任した。大家は、コンコルディアフィナンシャルグループの代表を降りて、取締役に就任する代わりに、川村の後任として、横浜銀行の代表取締役頭取に、就任した。2019年全国銀行協会副会長、全国地方銀行協会副会長。2020年コンコルディアフィナンシャルグループ、代表取締役社長。 全国地方銀行協会会長、ありがとうございます。